今回のドライブはですね、見てください、正面に高倉健さんがいらっしゃいますよ。風に聞け、この高倉健さんに見送られながら左折します。はい、そしてですね、こっからですね、初めての道ですからね。だけど、225号線につながってるの間違いなさそう。はい、ここですね。225号線。225号線ですね。ひょっとしたら225号線って言ったかもしれないけど、その時は訂正のテロップ入れますからね。昔ね、ここのね、今ね、ほら藪みたいになってるけども、ここにね、渚荘っていうね、観光ホテルがあったんですけどね、もう何十年も前ですからね。ここがね、貝型のですね、ここ、旅館、観光旅館なんかがありおったんですけど、もうなんかね、貝型はもう通過点になってしまいましたね。遊びに来てたもんですよ、この貝型にはですね。はい、ではですね、貝型もここは垂水市ですけど、今回のこの大隅の、ドライブはですね、鹿児島ダジャレ歌、30年ぐらい前に私が作ったダジャレ歌シリーズがあるんですよ。この動画を前から見てるおまかせテレビのチャンネル登録者の方は、またやって思われるかもしれませんけど、もう我慢してくださいね。30年ぐらい前はですね、そんなに音痴じゃなかったんですけど、気がつけば音痴ってやつですよ。もうね、その音痴もね、度数がすごい音痴になってしまってですね、このおまかせテレビを立ち上げるときに、そのシリーズの中に、自分が作ったダジャレ歌の中に出てくる地名を全部回れば、鹿児島県の大体のところは行けるということでですね、企画してたんですけども、その思わぬ伏兵がいてですね、自分がですね音痴になってたっていうことに気づいたんですけど、だけどほら、一旦もう自分で決めたし、その最初の段階でそのシリーズをするって決めてたもんですから、やっぱりこれはですね、型をつけないかんですからね。ということでですね、ダジャレ歌シリーズ、この、ドライブの中でですね、全ての動画で歌うっていうわけじゃないんですけど、その地名が出てくるところでは、必ず、歌わないかんとですね、私が決めたんですけどね、ということでですね、歌います。言っときますけど、音痴ですからね。音痴が作ったダジャレ歌っていう、30年ぐらい前に作ったダジャレ歌を、聞いてください。幼なねじめの、ちょっと最初からダメでした。キーが合わんかった。幼なねじめの、すみこちゃん。色は白く愛らしく、気ほく優しく美しいら、
将軍と可愛い僕の宝部はすごい。胸の思いを打ちありあけよう。樽水飲んで気を落ち着かせ。うちの裏で松山だけど僕のこと気もつきもせず。お先真っ暗しぶしぶ帰る。小山かのやぬ恋だったのか。いやー、ちょっともう停車中でも喋りますけど、私の音痴はですね、度数はどういうかというぐらいかというと、自分が音痴だっていうのはわかるぐらいの音痴なんですよ。だからひょっとすればね、元に戻るかもしれないけど、まあ今の自分の歌を聴いた限りは、じゃあ、こわきゃ歌は何度歌えないなと思いながら、あれしましたけど。まあ要するに、そういう、下の方にほら、テロップが出ましたでしょう。あれです。それをね、ずっとこれから地名をたどっていきますからね。いやー、しかしそれにしてもひどかった。ちょっと待ってくださいよ。ここを右折します。今日のドライブはですね、基本的にはですね、ストレートで行きます。寄り道をしないでね。でも、まあ、こういうふうな、まあ、私が知ってるところ、垂水は結構知ってるんですよ。こういう、港近くはですね。だからそういうところはですね、こういうふうにちょっと、ぐるーっと回って、こういうとこですよっていうのを紹介しつつですね、ざっとですよ。ここ、はい。ざーっとこう、ここ行きましょうかね。っていうのは、垂水出身の方は、こっちも通った方が、わかりやすいと、わかりやすいっていうか、もしね、昔はここがメインだったんですよ。垂水フェリー、もしくは垂水汽船ですね、フェリーの前の、ここがメインだったですかね。ここを歩いて徒歩で港の方に行ったという方もいらっしゃると思いますのでね。あ、ついてたな。まっすぐ行こうか。はい、まっすぐ行きます。っていうのがね、もうちょっとこうまっすぐ行くとね、小学校とね、高校があったと思うんですよ。垂水小学校は結構歴史のあるあれじゃなかったっけ？あ、ちなみにね、今こう、一旦停止じゃないんだけども、ここでスピードを緩めたのはね、そこはね、鉄道が通ってましたよ、昔は。あ、こっちが右がね、垂水高校ですよね。そして、この左がね、垂水小学校ですよ。確か本当ね、歴史は古いはずですよ。ここはね、垂水小学校はどっか正面、どこだろう、あれは正門は。どっか垂水小学校に正面に行けないけ。あ、右折するところがあればそっちに行って。この辺りはほら、昔からの、あれでしょうね。道。両脇の民家が古いですもん。歴史を感じますからね。ここを右に行きますよ。ああ、あれですね。途中に、道はなかった。道はなかったってあるんでしょうけど、この、
車がスッて入れるような道じゃなかったですからね。これを右に行きますね。そうすると、高校がこっち側まで校庭があるってわけじゃなさそうですね。あ、なさそうですね。普通の家。ただほら、あの右の方に今あの、なんていうの、一つ葉って私なんか言うけど、あれの、あの、きれいに剪定したのがありましたでしょう。ああいうところがある家はですね、もう歴史の古い家ですからね。ちょっと待ってくださいね。はい、ここがね、太陽ですね。左ね、ちょっと降りますよ。で、この信号のあったここ、ここが、あの、さっき言ったの、あれが、鉄道が通ってた跡ですね。ここはですね、もう一度さっき通った道ですけど、まっすぐ行きます。今度はね、垂水市役所の方にこのカメラを向けてですね、行きますね。さっきはちょっとカメラを向ける時間がちょっとね、タイミングを逸したもんですね。ここがね、垂水市役所。はい、そしてこれをまあ進みしますよ。はい、そして今度はですね、ここを左に行きます。なんか工事してますね。本当はね、もうちょっとあの海岸線側を通りたかったんだけど、工事中で通行止めだったですかね。次の信号あたりから右行きましょうか。ここですね、ここを右折します。今日はですね、鹿児島側もね、綺麗に見えてるみたいですよ。はい、左折します。そうすると、右の方にあるのは、ちょっとね、見えないけどね、垂水中央病院ってありましたね。あ、ちょうど前の方にほら、フェリーが着く、フェリーが着く。ここを左に行きます。猫の方で遠慮してくれましたね。右折です。こっからですね、あ、右にカメラをちょっともうちょっと向けば見えるかな。右の方がね、フェリー乗り場。どこかどこか、ここは行ける時計。あ、行けるみたいですね。ここを右折します。そしてこっち、ほら、向こうの鹿児島側が見えてますでしょう。ここは駐車は禁止だけど、
走ってはいいんですね。一旦はこの取ったまで行ってみましょう。歩き取りだな、ここもね、歩き取りですよ。歩き取り、歩き取り。はい、ここでゆっくりですね、何回か切り替えしようしながら、U ターンしますけどね。まあ、これでちょっと、はい、この辺りでこう休憩をして、10秒休憩。はい、ちょっとバックでね。はい、こっからですね。左側にも行っていますね。左側もね、ぐるーっと回ってますよ。やっぱりね、方向が違うとね、走る方向が違うとね、景色が違うんですよ。はい、桜島がこう来るでしょう。いいでしょう。鹿児島、垂水。ぐるーっと回ると、さっき渡ってきた橋ですね。向こうの方には高隈山地っていうのかな。はい、これからですね、ここを出ますよ。あのですね、自分でね、運転しててね、楽しいですがよ。全然このなんか、使命感というのも感じないし、それとね、お仕事感っていうのも感じません。へーっていう感じ。ああ、だったのっていう感じですよ。ここを右折してですね、ロータリーをふーっと一周してきます。ここを右折ですね。フェリー乗るときはここをまっすぐ行くんですよ。はい、今フェリーが着きましたね。いいでしょう、いいでしょうってもう私のパターンだけども、いいですよ本当に。ほら、まあ一つはね、まん延防止が解除されましたからね、それのね、それで。あちこちで鹿児島市内をこう回ってて、日常が帰ってくる気配を感じてるから、今日の、このドライブもね、こういう風に楽しんでいられるのかもしれない。はい、まっすぐ行きます。ここ左折ですね。ここの那須湖の右側にも行けるみたいですけど、それは今度しますからね。一旦は225号線に出ます。
先日の早朝、どっかこの辺りからね、太陽がこうちらちらと顔を出すようになったんですけどね、やっぱり時間帯が違うと、もう景色はもう全く違いますね。この前はね、この辺をどれぐらいだったっけ、7時前か。あんまり車も通ってませんでしたからね、土曜日だったですから。で、なんかね、寂しくてですね、映像的にですよ。で、ただ太陽だけがね、戯れてくれるっていうか、どっかね、この前やね、危うく見過ごすとこだったけど、あそこに看板がありますね。案外、見逃す時がありますもんね。こういう看板にほら、ここに行くっていうつもりで行くのと、ただまっすぐ前を見たまま、とは違いますからね。今みたいな看板にも気づかなかったりですよ。ああ、そうそうそう、ここにほら、右の方にファミリーマートが見えますよね。これのね、向こう側にあるんだけど、ちょっとね、見逃すような感じのとこなんですよ。はい、ここですね。ここがですね、はい、垂水浜平っていうとこですね。はい、ここですね。左に行きます。あ、大型車と普通車と分かれてるんだ。ここはですね、あれしませんよ。歩き取りはしません、今日はね。どっか、ここでちょうどよかもん市場っていうのがあるから、ここが真正面に見えるところで、はい、ということでですね、逆光ですけどね、今回のドライブはこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。